R.M. は、韓国出身のラッパー、作詞家、歌手、音楽プロデューサー。男性ヒップホップグループ防弾少年団のメンバーである。本名は、キムナムジュン。1994年9月12日、ソウル特別市に生まれ、軽起道かやしで育つ。幼少期の夢は詩人。小学6年生の頃、エピック杯のフライを聴いて、ヒップホップに興味を持った。 この楽曲は何千回と繰り返し聴いたそうで、いつかエピックハイのタブロとコラボレーションするのが夢であるとたびたび語っている。その後、ランチランダーを名乗ってアンダーグラウンドで活動を始めた。2008年6月、15歳の時、後にブロック B のメンバーとなる事故とコラボレーションし、楽曲を制作。2009年、かつての BTS の候補生や現在、 BTS の楽曲プロデューサーを務めるシュプリーム、ボーイなどとともにヒップホップチーム大南朝鮮ヒップホップ共同組合を結成。ヒップホップデュオアンタッチャブルのメンバーであるスリーピーを通じてビッグヒットエンターテイメントの作曲家であるプドッグと知り合いプドッグから CO で音楽プロデューサーのパン詞クを紹介された。その後、2010年にオーディションを経て、 BTS メンバーで最初の練習生としてビッグヒットエンターテイメントへ入所した。2013年6月13日、ラップモンスター名義で防弾少年団のリーダーとしてデビュー。2015年3月20日、BTS メンバー初のソロミックステープとなる RM を発表。2017年11月13日、ラップモンスターの頭文字である RM へと改名。 2018年9月24日、米、ニューヨークの国連本部で行われた第73回国連総会に BTS として出席。すべての若者に質の高い教育、技能研修、雇用を与えるための新たなパートナーシップ、ジェネレーションアンリミテッドの発足イベントに出席。グループを代表した RM が世界の若者へ向けて約6分間にわたり、 英語のスピーチを行った。2018年10月23日、2枚目のミックステープとなるもナンバーを発表。このアルバムは86カ国の iTunes アルバムチャートで1位を記録。ベイビルボードのメインアルバムチャートであるビルボード200で初登場26位を獲得し K-POP のソロ歌手として最高順位を更新した。 約2年半後の2021年4月5日、同アルバムがドミニカ共和国の iTunes アルバムチャートで1位になったことにより、トータル121カ国で1位を獲得し、iTunes アルバムチャート最多国家1位記録を更新した。2021年6月7日、2021BTS フェスタの一環として、RM の新曲、 バイシュクルが YouTube の公式チャンネルで公開された。身長1 8 1トル体重7 4ラム血液型は A 型。かつての活動名であるラップモンスターは2011年に作った自らの曲に登場するラップモンスターという歌詞に由来しており、現在の活動名である RM はその頭文字を取って名付けられた。またその他、 RM には様々な意味が込められており、アメリカでインタビューを受けた際にはリアル名じゃないかなと答えている。ラップモンスターを略してラップモンと呼ばれることもある。BTS ではリーダーとメインラッパーを担当。ラップには定評があり、パンシヒョクはラップモンスターみたいな子はデビューさせなければいけないと思った。防弾少年団を作ったきっかけは彼だ。 と語っている。スリーピーはラップモンスターの中学校時代のラップを聞いて自分が恥ずかしくなった。と話している。また、曲の作詞、作曲も多く手がけ、これまで携わった楽曲は170曲超と言われている。メンバーの中で最もソロ活動が活発で、これまでにワーレイ、ウォーレンジー、ホールアートボーイ、ディル・ナズベックスなどとコラボレーションしている。また、 BTS の頭脳派リーダーであり、英語をとても流暢に話すことができる。2017年5月シカゴトリビューンに掲載されたインタビュー記事によると、12歳の頃、ニュージーランドに4ヶ月ほど、正確には125日間滞在した。旅が私の教育に役立った。たくさんのことを経験することができた。と語っている。英語については14から15歳の頃母親が、 買ってきたアメリカのテレビドラマフレンズの DVD を繰り返し視聴して習得したと語っている。中学2年生で初めて受けた TOEIC ではほぼ独学で990点満点中850点を記録。高校2年生時に測定した IQ は148であり、大学修学能力試験の模擬試験で上位1%に入ったこともある。海外で行われる 受賞式や番組に参加した際は、自らが通訳となってメンバーをサポートしている。2020年夏頃、面白半分で約10年ぶりに統一を受けたことを明かし、翌年1月自身が V ライブを配信中にファンから結果を聞かれると915点だったと報告した。RM は915点だったけど、リーディングで惨敗。本当にテキストに 弱いみたいと言い、皆さんは僕が英語を頭に入力したらすぐにこうやって出てくると思っていますが全然そんなことないです。英語の記事を読むと頭が真っ白になって翻訳機に任せちゃうんですよ。お前やってくれって。だからリーディングが弱くてリスニングはほとんど正解だったけど、と自分の実力を分析していた。ものを頻繁に壊したりなくしたりするため、 周りの人や知り合いから破壊神と呼ばれている。メンバーから世界平和のために料理と運転はするなと忠告されている。運転に関しては父親からも止められているため免許は持っていない。文房具好きで幼い頃の夢は文房具店の店長。来日時に文房具店を訪れることもある。ありがとうございます。